どうもシュートです。さあ今回もイーフトの動画撮っていこうと思いますけれども、まずフレマがもうすぐ来ますね。まあこれは非常に楽しみにしてた人も多いんじゃないでしょうか。というよりもまあ去年までは普通にあったから、まあやっと来たかって感じではありますけれども、まあ7月中旬にアップデートって書いてるんで、まあ多分来週に21日に来るでしょうね。まあもしかしたら次の月曜もあるかもしれませんが、まあそれは置いといて、今回はですね、まあ今週はこのユナイテッドのレジェンダリーガチャと、まあこちらのヨーロピアンリーグハイライツブレイクアウトスターズというということで、まあ、指名契約権で狙って獲得することができるね FP 選手が来ました。まあ、今回はこの2つの中でどの選手を獲得するべきか、このレジェンダリーガチャだったらどの選手だけは取っておくべきかっていうのをね、まあ、ちょっと能力とか見ながら僕なりに解説していこうかなと思います。ではまずこのレジェンダリーのユナイテッドガチャから見ていきますけれども、まあ、このガチャに関しては、まあ、上限が150なんでね、まあ、最悪ね1万5000コインかかっちゃいますが、まずやっぱりこの選手ピーター・シュマイケル、まあ、ゴールキーパーの選手なんですけれども、今作最強格に強くなってくるんじゃないかな。まあ、僕は今のところクルトワ現状使ってますけれども、まあ高身長じゃなくても低身長のキーパーでも全然やっていける環境でもありますし、能力値だけ見るとこのシュマイケルは多分最強ですね。まあ、能力としては多分こんな感じの振り方が一番いいんじゃないかなと思ってて、ゴールキーパー1に5、ゴールキーパー2とゴールキーパー3を3ずつ上げるって感じ、これが多分一番強いんじゃないかな。僕はちょっとね全部4ずつ振っちゃったんですけど、これだと TS100 時の能力でね、ゴールキーパーセンス90いくんで、90、85、85、92、92ということで、もうほぼ今の現環境ゴールキーパー最強クラスの能力値を持ってますね。それでいて身長も193センチとまあぼちぼちありますし、スキルにね低弾のパントキックもしっかり持ってるんで、まあめちゃくちゃ強いんじゃないかなと。まあショートカウンターに上げの90にして、まあ99にはしないでいいと思うんで90で止めて、まあこんな感じの能力でシュマイケルは作ってあげたら多分最強格のゴールキーパーになってきますね。まあガチャで沼ってしまうリスクはありますけれども、個人的にはめちゃくちゃいい選手だなと思ってます。で次はこのデニス・ローですね。まあこの選手に関しては超ガチスカ級かって言われたらそうではないんですけれども、ちょっとねいいなって思うところがいくつかあって、まあ能力値的にはだいたいこんな感じに上げたらいいのかなと思います。シュート4、ドリブル4、クイックネス4、脚力5、エアバトル4ということで、ショートカウンターにも4振って一応85までには持っていきました。この選手元から45なんで、95にしようと思ったらねタレントポイントが6いるんですよ。5からだと2必要になるんで、ちょっとさすがにそれはだるいなと思って85には止めました。まあそんなにねズバ抜けた能力はしてないんですが、 TS100 にするとだいたいこんな感じですね。まあオフェンスセンスがめちゃくちゃ高くなるので、まあ抜け出しはすごく良くなるんじゃないかなと思います。でまあ決定力とかも高いですし、何よりもジャンプが99いくんですね。エアバトル4振って TS100 時になると、でこの選手はヘッダーとエアバトル持ってるんで、まあクロスゲーかなりできるんじゃないかなと。ヘディングの精度っていうのも悪くないですし、フィジコンは低いですけど、まあ正直今作は低身長のメッシとかでも全然ヘディング決めれる環境なんで、まあそのジャンプとヘディング、エアバトル、ヘッダー持ってるデニス・ローはもっともっと点決めれるんじゃないかなと思います。でまあ足速いとかそこもね結構魅力なんですが、まあやっぱここですね、逆足頻度精度が最高なんで、まあ両足でもいいパス、いいシュートができると、そこがいいですね。でまあヘッダーとエアバトルの他に足裏コントロールとかミドルとかワンシューワンパス、スルパも持ってるということで、能力値的にはねぶっ壊れライブレっていうわけではないんですけれども、スキルがかなりいいので、まあクロスゲー要因のライブレとかスルーパスとかパス面でも活躍できるライブレとして使うのはかなりいいんじゃないかなと思ってます。まあ純ガチスカ級って感じですかね。でまあスコールズに関してはちょっとピルロがやっぱね同じプレイメーカーだとズバ抜けてるんで、まあさすがに獲得しに行かなくてはいいかなと思います。では次こっちのブレイクアウトスターズですね。この FP たちに関しては結構通常と差別化されてて、総合値がね 2,3 変わってくる選手とかもいるんで、まあ割と通常使うよりはこっちの方使った方がいいよねっていう選手がたまにいますね。でその獲得すべき選手なんですけれども、まず1人目はですねこちらのホーランドですね。まあホーランドに関しては通常もねかなりぶっ壊れてて結構似てる感じの能力になるんで、まあ通常もう育てましたっていう人に関してはまあ別にいいかなとも思いますが、僕の能力の振り方としてはまあこんな感じになるかなと思いますね。シュート2、クイックネス4、脚力3、エアバトル1、ショートカウンター2ということで、まあこんな感じに育ててあげるのがホーランドの理不尽さも活かしていけると思うので一番いいかなと思います。で88で止めてた能力がオフェセン決定力フィジコンなんで、 TS100 時にしたらね90乗るんで、まあ青色の能力もかなり増えますね。まあ最初にも言ったんですけれども、ホーランドはねそんなに通常と変わんないんで、もう育ててる方は取らなくてもいいと思いますが、もう育ててる方はね星5指名契約権がちょっともったいないんで取らなくていいと思いますが、獲得まだしてないよっていう方に関してはね、もうぶっ壊れのスーパーサブを獲得することができるので、まあ全然通常取るよりこっちの方がいいんじゃないかなと思います。ではあと2名ですね。ここから2人がめちゃくちゃ強いんですけれども、まずダビとアラバ。アラバはねかなり強
価されてます。まあこういう FP の選手っていうのは大体全体の能力が 3,4 ぐらい底上げされて登場するんで、フォワードの選手だとね必要ない守備能力とかが上がってたりするんで、そこがね無駄なんですけど、アラバとかはまあサイドバックとか CMF で使うことが多いんで、上がって無駄な能力っていうのが一切ないんですよね。もう早速 TS110 の能力見せてますが、ドリブルに脚力4、クイックネス4で、ショートカウンターに2振ったっていう感じですね。まあこの能力見て正直弱そうには見えないですよね。まあセンターバックで使う分にはね、ちょっとフィジコンと守備能力が物足りないかなっていう風には感じますが、やっぱ足元系の能力とかスピシュンの部分に関してはもうめちゃくちゃ高くなってるんで、まあ今回のアラバは相当いいんじゃないかなと思います。で守備能力上げなくても全てね TS110 になったら80超えてくるっていうのもいいですね。でまあ参考までにちょっと通常のアラバと見比べてもらいますけれども、まあ同じような育て方してもこんな感じで、まあ、スピードとか瞬発力にかなり差がついてますね。こんな感じでね、もう特にスピードとかがかなり差あるんで、個人的にはこのアラバは獲得しようかなと思ってます。ホーランドはもう僕育てちゃってるんで取らないですけど、まあスキルとかの面に関してもね、ワンパスルパとかインターセプト持ってるということで CMF で使う分にもね、もうかなり申し分ないんで、この選手はぜひちょっと獲得しておいてほしいかなと思いますね。ではラスト1名ですね。どの選手かというとですね、ズラタン・イブラヒモビッチですね。この選手相当強くなってくるんじゃないかなと思ってて、まあプレイスタイルがターゲットマンということでね、まあ去年のポストプレイヤーみたいな動きするのかな、ちょっとそこはね微妙かなと思いますが、能力はだいたいこんな感じで上げて、シュート4、ドリブル4、脚力4、クイックネス4、エアバトル1のショートカウンター1ということで、まあショートカウンター1開けるだけで90いくのはかなり助かりますね。で TS100 にするとだいたいこんな感じなんですけれども、結構能力高いですよね。まあスピード瞬発力の部分に関してはもうちょっと絶望的な感じにはなっちゃってるんですけれども、まあ正直3トップの真ん中とかだったら別にスピシュンいらない気もしますし、2トップの一角でもね、1人さえ抜け出すのが例えばムバッペとかルンメニゲとか入れといたら、もう抜け出しはそっちに任したらいいと思うんで、まあ全然こういう選手使ってもいいのかなと。でまあスキルもワンタッチパスとか持ってるんで、やっぱ生かし役に徹した方がポストプレーに徹させる使い方がいいのかなと思います。でまあドリブル系の能力とかそこそこ高いんで、足は遅くてもねキープ力っていうのは存分に発揮できるでしょうし、決定力高くてヘディングとかも高くて、何よりキック力とフィジコンが93-90ということでね、まあ、本当に扱いやすくなったホーランドみたいな感じで使えるんじゃないですかね。まあこの選手に関しても超ガチスカ級かって言われたらそうではないと思いますし、人は選ぶ選手にはなってくると思うんですけれども、個人的にはドログバが強かったんで、まあ、イブラヒモビッチでも全然やれるんじゃないかなと。で通常のイブラに関してはもうタレントポイントね、チームスタイル無視して能力に全振りしたとしても TS100-94 しかいかないんですよね。まあその点がめちゃくちゃいいですし、ショートカウンターがねこの選手最初35なんで、その時点でまあ通常のイブラヒモビッチ使おうかなとはならないですよね。なのでまあこの機にね、こっちの FP のイブラヒモビッチ獲得しておくのはありなんじゃないかなと思います。まあ多分僕も動画上げると思うんで、スピシュンとかにね疑問を持ったら、まあちょっとそういうねいろんな実況者さんの動画待った方がいいと思いますけど、まあ多分めちゃくちゃ強いとは思いますね。まあかなり解説はしていきましたけれども、今週獲得しておいた方がいい5名の選手を今回は紹介させていただきました。このアチーブメントがまた新しくなって、このレギュラーアチーブメント、誰しもが持ってるコインで買わなくても最初から常備されてるアチーブメントにですね、もうこのトレーニングプログラムとか指名契約権星5とかがねまた新たに獲得できるようになってるんで、トレーニングプログラムとかねもっとめちゃくちゃもらえるんで、星5指名契約権は1個しかないんで、ちょっとそこはね悩みながらの獲得にはなると思いますけど、指名契約権にはねこんな風に期限があるんで、やっぱもう早いうちにちょっと使っとかないとダメなんですよね。まあ今回の獲得すべき選手に順位をつけるとするのであれば、1位は断然シュマイケルですね。で2位がアラバ、3位がデニスローで、4位は持ってないならホーランドで、ホーランド持ってるなら4位はイブラヒモビッチで、ホーランド持ってるならホーランドは5位っていう感じですかね。それでは今回これで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。